議長の許可を得ていただきましたので、一般質問を行います。私の質問は、市民への情報発信のあり方、それからこれからの財政運営ということで、2点お聞きします。まず市民への情報発信のあり方でございますが、私たちが制定いたしました議会基本条例第3章、市民と議会の関係の第6条第3項に、議会は市民に対し積極的に情報を発信し、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努めるというふうに規定しております。また、第4章、議会と行政の関係の第9条で、議会は市長等が提案及び説明する重要な政策等について、深く審議を行うため、市長等に対して次に掲げる事項について明らかにするよう求めるとして、第1号、政策立案に至った経緯、第2号、他の自治体との類似する政策との比較、検討、第3号、市民参加の実施の有無とその内容、第4号、総合計画との整合性、第5号、財源措置、第6号、将来にわたるコスト計算の6項目が規定されております。まず最初に、以上の規定に関連しまして、今年2月16日に施行されました、辰野市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要項についてお伺いします。丸1、要項策定が必要になった理由、背景、これについてお聞きします。で、次に、根拠になる法令、条例は何だったのか。3番目に、他の自治体で類似する条例や規則を制定し、施行しているところはあるのかどうか、それから4番目、要項策定には市民の意見は反映されているのかどうか、で5番目、要項策定後、この要項に策定、規定された事由を施行するための予算は、計上しているかどうか、また計上しているのであればいくらであるか、で6番目に、市民への周知はどのように行ったのか。2番目の質問として、この要項が施行された後、届出は一体何件あったのか、それから周辺住民との説明会で理解が得られなかったことというのは発生したのかどうか、お聞きします。2番目には、これからの財政運営についてであります。現在、第2次辰野市総合計画の基本構想、基本計画の策定に向け、精力的に取り組んでいられることと思いますが、合併直後の平成19年9月に発行された第1次辰野市総合計画の第3編基本計画では、5つの基本指針ごとに多くの施策に取り組み、展開するとしています。これらの施策を実行した9年間の検証結果が、第2次辰野市総合計画に反映されていると期待しております。私たちが合併したのは平成17年10月、2005年の10月です。でその翌年に夕張市の財政破綻があり、その翌年、平成19年、2007年6月に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法が公布され、翌年、平成10年、20年4月1日から施行されました。財政健全化法については、自治体の財政が健全なのかどうか、判断する指標、これ別紙参照してください、として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの健全化判断比率が導入され、公営企業については、資金不足比率という指標が導入されました。第2次総合計画には、これらの指標について、今までの推移はどうなったのか、今後の推移予測は10年後に目指す数値はいくらかなど、明示するべきだと考えます。また、普通会計における財政録支出、実質収支比率、経常収支比率についても同様に明示するべきだと考えますが、以下についてお伺いします。財政録支出、実質収支比率、経常収支比率はどのように算出するのか、そしてそれぞれの数値が示す意味は何か、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、
将来負担比率はどのように算出されるのか、そしてそれぞれの数値が示す意味は何か、3、資金不足比率はどのように算出するのか、その数値が示す意味は何か、これらの指標に関することを第二次辰野市総合計画に明示するということについてどう考えていらっしゃいますか。次に、昨年の決算審査の中であったことなんですが、事業計画により予算計上はしていたが、事業採択されず、国庫補助金が交付されなかったことに、ために断念したというやり取りがございました。また、予算編成時にお金がないからを理由にして、市民要望を先送りにすることがあるというふうにも聞いております。これらのことから以下のことについてお伺いします。基金は民間でいう貯金だと理解しております。平成26年決算で165億もの基金残高があるのに、なぜお金がないからという理由で事業化されないのか。2番目に、基金は何に使うために積み立てているのか、以上お伺いします。市民生活部長。11番、松下慎一郎議員のご質問のうち、1点目のご質問の市民への情報発信の在り方についてお答えいたします。まず1番目の1つ目のご質問の、本年2月に施行いたしました、辰野市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要項の要項制定が必要になった背景についてでございますが、議員ご交渉のとおり、2009年11月1日、太陽光発電の余剰電力の買い取り制度が開始されて以来、市内におきましても、遊休地等に大型の太陽光発電設備の設置工事が行われてきました。この設置につきましては、国土利用計画法、建築基準法など、個別法令による手続きの義務化はあるものの、その施行内容等により、市への届け出等を要しなくても設置が可能となっている太陽光発電設備も多く、設置者から周辺住民への説明等がないまま設置されていた経過がございます。特に最近では山林の急斜面での設置も見受けられ、防災、景観上の懸念が問題提起されるに至っておりましたことから、市として周辺住民からの問い合わせ等にも対応できるようにすることが喫緊の課題となっていたものでございます。次に2つ目のご質問の、同要項の根拠となる法令、条例は何かについてでございますが、直接委任を受けている法律、本市条例等の法令等はございません。次に3つ目のご質問の、他の自治体で類似する条例や規則を策定、施行しているところはあるのかについてでございますが、県内では4自治体が条例を、5自治体が指導要項等を制定していることを確認しております。なお、県外自治体におきましても、兵庫県の状況とほぼ同様の制定状況と認識しているところでございます。次に4つ目のご質問の要項制定に市民の意見は反映されたかについてでございますが、この度の要項制定におきましては、事前にパブリックコメント等手続きは行っておりませんが、施設の敷地面積が1000平米以上の場合に設置者から周辺住民への説明会等を行う内容を盛り込んでおり、住民の皆様の懸念等の解消に寄与できるものと考えております。次に5つ目のご質問の、当要項施行のために予算計上しているのかについてでございますが、特に費用を必要とする事項を想定しておりませんので、予算の計上は行ってございません。次に6つ目のご質問の、市民への周知はどのように行ったかについてでございますが、施行後ではありますが、市ホームページおよびお知らせ板に掲載するほか、本庁関係課窓口においてチラシの備え付けをいたしております。2番目のご質問のうち、届出件数についてでございますが、本年3月22日に1件の届出がございました。また、周辺住民との説明会で理解が得られなかった事例はあるのかについてでございますが、先ほど申し上げました1件の事例では、山の斜面での設置で、周辺には民家がなかったことから、事業者から所在地と所在地の自治会長、および近隣施設への個別説明をもって届け出を受理したところでございます。
今後同様の施設設置におきましては、可能な限り適正な設置となりますよう努力してまいり所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。企画財政部長。引き続きまして2点目のご質問のこれからの財政運営についてお答えいたします。各種財政指標のお尋ねにつきましては、本日配布させていただいております説明書をご請願いただき、若干の補足説明をさせていただきます。まず財政力指数は1を超える場合は普通交付税の不交付団体となり、1に近いほど財政力が強いことを示しております。実質収支比率は標準財政規模に対する実質収支額の割合のことで、実質収支額が黒字の場合は整数で、赤字の場合は負数となります。経常収支比率は自治体の財政構造の弾力性を判断するための指標であり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に示されている健全化判断比率の指標についてですが、実質赤字比率は普通会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、早期健全化基準、財政再生基準の判断指標となります。連結実質赤字比率は全会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、早期健全化基準、財政再生基準の判断指標となります。実質公債費比率は、自治体の財政規模に対する地方債の返済額の割合を示したもので、資金繰りの程度を示し、早期健全化基準、財政再生基準の判断指標となります。将来負担比率は、地方債など普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率で、早期健全化基準の判断指標となります。資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率で、早期健全化基準の判断指標となります。次に、第二次辰野市総合計画に財政に関する指標を明示することについてどう考えるかについてでございますが、第一次総合計画におきましては、掲載しておりませんでしたが、現在検討中の計画では未定稿ではありますが、基本構想で財政運営の基本的方向を明確に示すとともに、基本計画におきましても、健全で効率的な自治体運営という説を設け、各種財政指標の目標値を掲載予定といたしております。次に、予算調整の考え方につきまして、お答えいたします。予算調整につきましては、予算編成方針に基づき、1つ、予算配分の重点化・優先化、2つ、行政改革、まちづくり改革プランの推進、市民の声、現場の声を反映、国、県の動向と予算への対応を基本方針に定め、担当課と調整の上、選択と集中の概念により予算化しています。また、議員が常々おっしゃっております、PDCA サイクルによる事務事業評価により、事業効果が低いものについては、事業の廃止、縮小を行っており、決してお金がないから予算化しないというものではございません。また、国、県補助金が交付されない場合の事業の取り扱いですが、予算執行方針並びに財務規則において明確に示しており、原則として実施しない、あるいは縮小して実施するとしております。次に、基金は何に使うために積み立てているのかについてですが、議員ご承知のとおり、基金は財産の維持及び必要資金の積み立てのための積み立て基金と定額の資金運用のための運用基金があり、積み立て基金には財政調整基金、減災基金、公共施設整備基金などの目的、などの特定目的基金が該当します。その運用については、地方自治法第241条第2項において、基金は条例で定める特定の目的に応じ、及びかつ
および確実かつ効率的に運用しなければならないと定めており、市では各基金についてそれぞれ条例を制定し、基金の運用および処分の方法について厳格に規定しております。特に平成26年度基金残高が約165億円のうち、財政調整基金は約66億円の残高でありますが、当該基金は年度間の財源の不均衡を調整するための積立金であり、経済不況等による大幅な減収減や収入減や災害の発生等によるやむを得ない支出の増加など、予期しない事態に備え、また長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために備えるものでありますので、基金を積極的に事業化資金に充てるものではないと考えております。いずれにいたしましても、将来にわたり健全な財政運営を行うために、各基金を管理運用してまいる所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。11番、松下慎一郎議員。懇切丁寧に、表までつけていただいて、ご苦労様でございます。これね、私、合併の時から議員でおるんですよ。で、10年もね、議員雇って、今さら何を聞いとるんやというふうに思われたかもしれないんですがね、私たち会派でいろいろと勉強してみましたらね、割と分からないことが多いんですよ。で、一度その、理事者の代表である財政部長にですね、お聞きして、確認をしておこうという意味でお聞きさせていただきました。で、ここにこうして、説明書をつけていただいたんで、これで、ちょっとお聞きしていきたいと思うんですが、財政力指数というのがあって、実質収支比率というのがあって、その次に経常収支比率というのがありますね。で、ここでですね、経常収支比率というのに、26年度は 86.2%、これ、決算の事務事業報告書に出てくる数字ですよね。で、われわれ講習に出かけたときにね、先生がおっしゃったのはね、経常収支比率というのは2つの見方があるんだと。で、資料としていただいたら、なんかこれ、決算カードというらしいんですが、平成26年度決算状況というのがあって、これが総務省が国会に報告している資料なんですね。で、それを見ますとね、経常収支比率というのは2つあってね、86.2%、今、部長がおっしゃってくださった数字とね、もう一つ、93.1% という数字が載っているんです。で、われわれ勉強会行ったときに、経常収支比率を表すんだから、大きい方の数字がええやろということでね、私がというか、総支会で作った資料には、経常収支比率、これ、26年度 93.1% というふうにちょっと整理しました。で、この考え方ですね、一体どうしてその2つの、経常収支比率というのが出てくるんか、でこの辺あたり、ちょっと分かりやすく説明していただけるでしょうか。企画財政部長。経常収支比率に2つの考え方があるということなんですが、今日お渡しした資料を見ていただきますとですね、3段目の経常収支比率の計算、算式のところを見ていただけたらと思うんですが、いわゆる経常一般財源総額を経常経費充当一般財源で割るのが本来の経常収支比率の計算なんです。で、プラスの下側の分母の方なんですが、減収補填債特例分と臨時財政対策債分というものがこれ、加わってますよね。これは平成13年まではこういうのはなかったんですね。その特に臨時財政対策債、なんかこれ、平成13年以降に発行されたんですけれども、この臨時財政対策債というのは、要は地方交付税の中の普通交付税というものが、国が全額、基準財政事業から収入額、必要分、収入額差し引いた必要分を渡してくれたらいいんですけれども、国、お金がないもんですから、
臨時財政対策債で賄ってくださいと、これ、司祭が賄ってくださいというようなことで言われておりまして、これは普通の本来では入るものを臨時財政対策債という司祭を発行することによって賄うということで、当分、これ、当然これは一般財源だ。で、減収補填債もそうなんですよね。本来、これはどういう部分かといいますと、例えば固定資産税を国の、あるいは国の制度の 税法改正の中で減免する。法人税なんかも減免するということであれば、本来、市に入るべきものを国が渡さない、減税したことによって、それについて、補填を、司祭を発行できますよということであります。でいずれにいたしましても、そういう場合には、臨時財債を発行するかどうかは、市町村の判断に委ねられます。ですから、我々の辰野市なんかは、当然入るべきものですから、司祭全額ということで、臨時財債は 100% 発行いたしますが、三木市の場合なんかは、いわゆる公債比率に関係してきますので、発行しないところも出てくるということで、その全国の市町村を財政指標で判断する場合に、基本的には今言う、この減収補填債特例分と財政臨時財政対策債を入ったものを足して、表示するのは普通、我々も見ましたらこれを原則とするんですけれども、そういういろんな実情があるところがございますんで、あえて、この抜いたもので表示すると、で高い数字がという、これは決して経常収支比率が高ければ高いほど、財政力の、弾力性が失われているということなので、これはやっぱり低い方がええということなんです。でむしろその昔ではですね、国が、失礼しました、県は大体 75% が適当で、市では、失礼しました、県、国が、いやいや、県が 80% で、市が75ぐらいが、それで以下が適当やということを言われとったんですけれども、地方財政がやっぱ疲弊してきている現状ですね、これが望ましい数値としてすると、それが人増ししてしまうということで、そういう昔の、県は80、市は75以下が適当という言葉が、もう全国的に当てはまらなくなっているということで、これは数値も消されたということでございまして、数値としてはそういうふうな形で、考えていただけたらなというふうに考えております。一番松下慎一郎議員。はい、わかりました。この臨時財政対策債ね、要するに本来国が、その交付税として渡すお金が、財源がないから、市で、借金してもいいよという額を定めて、その範囲の中、また場合は、26年やったら16億かな、発行してるわけですね。で、以前、何年か前に私が質問させていただいたときにね、この臨時財政対策債というのは、借金の残高に入れへんのやと、そういうふうに部長お答えくださったんですよ。で、確かにその いつかは国が面倒を見てくれるんでしょうけど、それを借金に入れないという考え方はどうかなというふうに思いながらですね、何年かこう過ぎてね、で今日こういうふうに、話の中でね、臨時財政対策債の取り扱いについてこういうふうに扱うんだということになりますとね、辰野市のその財政に弾力性があるかどうかという数値がね、違ってくるわけですね。で、そういうふうに考えたときに、本当にこの臨時財政対策債というのはね、持っていていいんだろうかという、ちょっとそういう迷いがあるわけですね。我々はよくわからないんですが、国が必ずね、面倒を見てくれるはずやから、これでええんやと言いながらですね、160億になっとるんですね、もう、残高。臨時財政対策債の残高、これ145億、26年で、ごめんなさい、149億5千万かな、になっとると思うんですよ。で、これは確か、何らかの形で、その国が補填してくれるという話だったんですが、この事務事業実績報告書ね、記入財政需要額を計算するときにですね、そういうものがここに入っているだろうというふうに、その私もずっと見るんですがね、確かに
臨時財政特例債償還費いくら、減税補填債いくらで、臨時財政対策債償還費いくらって載ってるんですよ。ところがね、一番最後にね、臨時財政対策債振り替え相当額してマイナスになってるんですね。でこれやったら結局全然国見てくれてへんのちゃうんかいなとこう思うんですよ。で絶対大丈夫なんやと言われながらですね、ずっと重ねてきたあの対策債の累計がね145億ぐらいになって、 でも心配せんでええんやと、これはいつか必ず国が面倒見てくれる数字だから大丈夫やというふうに本当にそう思っていいのかどうか、そのあたりどうでしょう。以上、長谷川長。先ほどあの、議員おっしゃいましたように、あの臨時財政対策債ですけども、部長が先ほど説明しましたように平成13年から、国の施策によりまして、発行が可能となっております。でこの場合、あの地方財政法の特例第5条の特例によりまして、このが発行されまして、それを国の方が全額普通交付税の方へ交付税需要額算入されるということになりますので、今の法制度の中では補填されているというふうに理解しておりますので、それによりまして収支見込みとされておりますので、財政としましては補填されているというふうに理解しております。11番松下慎一郎議員。あの国のね、いろんなことでその状況が変わるということは分かってるんですが、あのもう一つ今日あの心配なことが聞きますね。あの基準財政需要額というのは変わりますよね。で本来であればその辰野市は人口が減ってきてるんで減少傾向になるはず。ところが、まあ、実際には増えてますよね。基準財政需要額というのは人口に比例して減ってないんですよ。だからそれは なぜなんか言ったら、これ国がいろいろその基準とかそんな変えるんでしょ。一番大きいのはまあその平成19年やったから、あの要するに投資的経費か何か知らんのが包括的なんとかに変わりましたよね。だからその基準財政需要額そのものも変わるから、私どもが受ける地方交付税の額というのも変わります。だからその地方交付税制度というのをね、本当にこれから先その辰野市の財政を考える上で、まあ大丈夫やと言わなしそうなんやろうけど、そのあたりはどういうふうにお考えなんでしょう。財政部長。普通交付税の算定の流れをちょっと言うときますとですね、基準財政需要額というのがこれはやっぱり増えているんですね。何が増えているかといいますと、いわゆる先ほどおっしゃっております臨時財政対策債というのをどんどんこう発行してますから、それに償還額が増えてきますよね。だから需要費としては増えていく。それから単位費用の見直しですね。単位費用の見直しは特に学校であるとか中学校、社会福祉、戸籍、住民、この関係は、まあ、単位費用毎年見直されて増えています。それと今回の、まあ、新たな人口減少化対策ということで、人口減少特別対策事業費というのが新たに創設されました。これはいわゆる人口減少でいろんな事業を各市町村やるだろうということでこれが増えております。で昔あのよく言っておりましたのが、あの合併、当時はですね、一本算定されたら20億というようなことを減額されるだろうと、一本算定されるとね。で先般もその状況がどうだろうかということで、大体5、6億に集結するであろうというふうに言ったと思うんです。それは今先ほど言いましたような基準財政需要額が増えていくこと、で一方ではですね、やっぱり人口減少になりますから収入額としていわゆる市民税なんか落ちてきますよね。で市民税があるいは法人税あるいは利子割配当割なんかもこれ経済の不況でだんだん減っております。でそういったことを踏まえますと、トータル的に新たなことも事業も加わって大体5、6億に集結するんであろう。やっぱり一本算定されたらどうしても6億ぐらいは、5、6億はやっぱり普通交付税算定減になりますので、それに向けた10年後の財政計画というのはやっぱり踏まえて考えていかないといかないということでございます。まあ、OK ということではなくてですね、
歳入規模に応じた財政運営を、健全な財政運営をやっていくということは必要かというふうに思います。11番、松下慎一郎議員。今、財政部長からそういう説明を受けてですね、要するに歳入に回ったという話が出ましたね。で、私も知らなかったんですが、勉強に行った先の講師がね、自治体にはね、4大財源いうのがあるんやと。一つは非税ですね。で、一つは交付金、交付税ね。で、一つは国庫補助金。で、一つは私債。これをその四大財源と呼んでるんやと。で、私ら全然知らなかったもんでね、いや、ほんまかいなということで、ちょっと帰ってきて、辰野市の財源見てみますとね、確かにそれでほとんどが埋まってしまうんですよね。で、まあ、我々がその本当に考えなくてはならないのは、やっぱりその今度、自然になりますよね、今度は。じゃあ、自然についてどういうふうにということで、また勉強しないといけないと思うんですが。自然については、要するにその徴収率をね、98.3% を目指してやっておられるというふうに、我々はアクションプログラム等で聞いておりますけど、それを目指してやった財政計画、それが達成できて、初めてこれだけの仕事ができるんですよというようなね、そういうふうなその総合計画の中での物言いといいますか、そういうようなものは書けないかなと。で、我々ね、実際に98.3% というのは難しいか難しくないんかいだよくわからないんですよ。わからないんだけど、これ 99% になれば非常に楽になるということは、これはもう事実ですね。で、そういうふうなことがその総合計画の中に織り込まれていてね、我々もわかる。で、市民にもそれを総合計画の段階で分からせるようにしていこうというふうなことを考えられないかなと。お金が入ってきて使うんですから、もうそれは簡単に分かるんですけど、お金が入ってくる仕組みで使われていく仕組みというのは、やっぱりある程度我々も勉強するべきだし、市民はきっちりそれが分かっているという、そういう総合結果が必要じゃないかなと思うんですけど、それはいかがでしょうか。はい、財政部長。安倍総理のですね、2015年の骨太方針の中にも、まさに委員がおっしゃった見えるかという言葉が使われております。その見えるかというのはどういうことかといいますと、いわゆる目標であるとか目的、数値ですね、それを明確に示して、それをどういうふうに、なんでそういうふうになったのかということをちゃんと示しましょうと、いわゆる KPI の考え方なんですね。そういったものを、やっていきましょうというようなことも骨太の方針の中で書かれているとございます。したがってそれを踏まえてですね、今三木総務生活常任委員長をはじめ4名の委員さんにも総計の中に入っていただいておりますけれども、構想の中でも財政という、先ほど申しましたように財政という項目を設けて、そういったことを明記しております。で、また効率的な財政運営という中で、KPI という形で前期の総合計画と5年後のですね、目標値というものも今後掲載予定でございます。ただね、税収の 98.3 がどうなからどうやというのは細かなことではなくてですね、将来の財政はどういう形になるのか、例えば今回は考えておりますのは、実質公債比率であるとか将来負担比率というものを明示させていただく。財政力指数なんかはですね、書いてもあまり意味がないといったら何なんですけど、それにとらわれすぎることはおかしいであろうということで、あるいはある程度近日が出るような形で成果が出るような目で見て、市民の方がこうやったら財政はどうなんだなというふうなことが分かるような形の部分で明示をしていきたいというふうに考えてございますので、ぜひとも議員がおっしゃったことについては、検討委員会部長級で構成されている検討委員会の中でも KPI をそこへね、総計の中に入れることについては慎重にした方がいいんではないかというようなご意見もございましたが、我々としてはその見えるかということについて、やっていきたいんだということで了承を得て、総計の委員会に素案としては提案させていただいておりますので、その方向でやっていきたいというふうに考えております。11番、松下慎一郎議員。
次、お金出そうなんですけどね、行財政アクションプログラムやったかな、あれやってね、人件費をすごく削減しましたよって、市民にもそういうふうにお知らせしてますよね。で、事実なんですね。でも、人件費が減ってるんだけど、歳出全体のお金は減ってませんよね、実際ね。で、それでちょっと見てみますとね、人件費は、まあ、4年前、平成22年ね、これ人件費の比率、これ 18.2% なんですよ、全体のね。で、これが58億8900万。で、26年はね、ぐっと減って43億6580万まで減ったんですよ。で、構成比率で見ると 12.9% になったね。で、これだけ、まあ、いわゆる努力をされたわけです。で、ところが、歳出全体で見ると、345億が337億、そんなに減ってないんですよ。で、なぜなんかなと言って見てみますとね、扶助費だとか補助費だとかいうのは、まあ、これ、増えとるわけですね。で、まあ、いわゆるその民生費と呼ばれるようなものが増えとるわけですね。で、これはその、まあ、市民ニーズに従って、で、国の施策に従ったらこういうふうになるんだろうと思うんですが、そういうことをやった結果、行政改革もやりながらやった結果、こういうふうになったんですよというようなことをね、市民の皆さんに分かっていただけるような、そういう資料が欲しいんですよ。まあ、我々はずっとこうしてやり取りしてますんで、ある程度分かりますが、市民の方に、これからという、この合併してから10年、我々のお金はどのように使われていったのか、どういうふうに変更したのか、で、市としては、行政改革をどういうふうに取り組んだ結果、こうなっているというふうなことがある程度見えるようにね、部長がおっしゃってくださいましたように、今後10年間にどうなるんやというふうについては載せましょうと、それは結構ない、でも、それに、どういうか、それ計画する基本になった、その過去10年間の、まあ、実績というか、そういうようなものがあったらいいなと。で、できましたらですね、広報にね、一人当たりのお金って出るじゃないですか、歳入で一人当たり項目別に何円で、歳出でも同じで出てるでしょ、円グラフみたいなやつ。ああいうのが、総合計画のね、どっかにポッと乗ればね、市民がパッと見た一目で、その移り変わりというのが分かるんじゃないか、まあ、できたら棒グラフみたいなの載せてくれたらいいんですけど、そういうもんもそのあったら、市民はね、財政についてはある程度関心が持てるんじゃないかなというふうに思いますので、そのあたりよろしくお願いしたいんですけど。企画財政部長。まず一つ、総計の考え方の中で、今立てておる総計につきましては、今西田市政が第一期に立てられた総計を総評言うんですか、一つずつの町づくりについて、これまでの歩みというものを振り返って、現状と課題ということを総合計画の基本構想の中でも捉えて、これまでの歩み、10年合併後の10年後の歩みの中のそれぞれの柱についての検証をして、課題をまたそこの中で記載をしております。で、議員が細やか財政的なことをおっしゃいましたけど、そのことについてはまた広報等で、これは一人当たりの人件費、まあ、1000人当たりの人件費であるとか、そういった形で、それぞれの各市長さんが予算を編成したときに、住民向けにですね、姫路市はこうですよ、同時に同じ紙面に乗ると姫路はこう、立野はこうということで、大体対比ができますよね。そういった意味で、一人当たりの、まあ、基金の額であるとか、一人当たりの人件費の1000人当たりの職員数であるとか、そういったことで、他市と比較することによって、まあ、特質が見えるんですか、そういうこともありますので、そういったものを全般的に捉えましてですね、まあ、検討してまいる、まあ、掲載、広報にするかどうか、むしろホームページでもっとこう他市との比較した方がいいのかなというふうには思いますけれども、いずれにいたしましても、そういう財政的なことにつきましては、積極的に情報発信できるよう努めてまいりたいと考えております。
11番、松下慎一郎議員。はい、考えていただいてということで、今ね、他市との比較というのが出ましたよね。で、我々もそのいろいろ研修に行ったときにね、類似団体との比較、それから兵庫県で一体どの辺の位置に位置しとんやというふうなことを、それは、議員として、それぐらいは知っとけよとみたいなことを言われたんですよ。で、それで、知っとかなあかんのやったら、いっぺん勉強しようかということで、資料を取り寄せてみますとですね、これはちょっと25年度の資料しかないんですが、市町村経常経費分析用普通会計決算、こういう資料がありましてですね、でちょっとそこで気になることがあるんで、お聞きしておきたいんですが、以前、同僚議員が質問したんですが、下水道事業の財政ですね、そのことについて質問したことを覚えていらっしゃると思うんですが、このその他の分析欄というのがあってね、いわゆるその繰出金ですな、繰出金のランクというか、類似団体20あるうちの19位やと。で、兵庫県の平均が 12.2 という数値が 19.7 やと立つのはね、悪いわけですよ。そういう数値が出てますよという資料があります。で、その中にですね、下水道事業、括弧比較汚水、集落排水を含むに多額の繰り出しをしている。今後、下水道事業について、資本主義の適正な管理に努めるとともに、一層の維持管理費の削減や、不明水対策による優秀率向上、使用量改定の着実な実施により、繰り出し金の削減に取り組んでいくと。これは資料はおそらくね、この文言というのはね、総務省なり、勝手に考えて書いたわけじゃないと思うんですよ。で、ここで気になったのはね、使用料改定の着実な実施により書かれとるんですよ。これ、平成25年から市長が変われた年ですよね、確か。市長が変われた年の決算で、そういうことを言っておらっしゃるのね。で、これについて市長はご存知なんでしょうか。薬財政部長。この決算統計の分析表につきましては、これ、財政当局が責任を持って書いている文でございまして、おっしゃるとおり、我々が書いた時点で、私もよく覚えておるわけですけれども、これはいわゆる埋処理場事業というものは全国にないんですよ。類団の20市あるんですけれども、辰野市だけなんです。ですから、突出した繰り出しになっているね。で、それでこのことを25年書いたのは、いわゆる埋処理場の使用量の改定があって、5年ごとに改定してるんだけれども、それを確実にやりましょうと、やってくださいよと、で意思表示ですね、5年ごとの、結果論としましては、5年後にボンと明るいような形に、なったわけですけれども、我々としても、財政当局としてはですね、適正な料金原価というのがあるわけですから、本来はこんだけもらわなあかんというのはあるわけですね。前処理にしたかって700いくらという正確な数値はあれですけれど、ただ使用者としてこれまでの歴史の積み重ねもありますからということで、いずれにしろ使用量については5年間のやつきちっと上げましょうということで、自分の責務としてですね、私どもの責務、財政当局の責務としても下水道にもきっちりやってもらうという意味での明記というふうにご理解いただければと思います。松下慎一郎議員。部長おっしゃいましたけど、埋処理場では15個ですよ、繰り出し金。下水道は違いますよね、もっと大きいでしょ。で、私、この文章を読んだときに、埋処理場は不明水や優秀率向上やと。で、あとのその使用量改定というのはね、下水道の方かなというふうに解釈したんですけど、それはまだまだ先のことやということなんでしょうか。局財政部長。これ、山本議員からの
何回も質問がございますし、我々としても財政当局としてもこれは重く受け止めております。ただ下水道部長も先般の議会での質疑に対しても料金の改定については前向きに検討していくというふうに答えたと思います。ただですね、いわゆる何に税金を使うかということについてはそれぞれの政策で判断があるというようなことで申し上げたとおりでございますが、いずれにしろいわゆる下水道のいわゆる料金回収比率というのは、経費回収比率というのがあるんですね。経費回収比率というのは最低限 100% に持っていかなあかんというのはもうこの料金の算定の基礎なんですよ。それについて非常に達の氏は低いということですので、十分それは認識いたしております。ただそういったことで政策的判断もありますので、そこについてはこの経費の分析表という、ここについては全く踏まえておりませんから、そういった意味でも下水道も料金を改定していくことは適切であろうとは我々としても思っております。この時に意識して書いたのは特に全国で例のない毎週以上対策ということに対しての料金の改定があるということを踏まえて記述したものと認識しております。11番松下慎一郎議員。今日の一般質問、財政のことに関してはね、要はちょっと気になってたことと、それからその基本総合計画にどのような形で載せていただけるのかなということを聞きたかったんで、財政の運営についてはこれで終わります。でもう一つの方のね、例のその市民への周知なんですけどね、これ要するに太陽光発電がずっと進んでくる中でね、ちょっと問題やなということが起きて発生してね、でそれでこういう要項が必要やろうということで作られたんですよね。そういう説明だったと思うんですよ。でそれはいいんですよ。でね、このようなその要項がね作られたということについてね、議員認識ないんですよ。でね、私もいつだったかな、担当者の方に説明を受けてね、でそうかということで、じゃあ総合市長なんかはどういうふうな扱いになってるんかなと言って、ちょっと総合市長回らせてもらいました。そうすると部長おっしゃったようにね、窓口に置いてあるんですよ、黄色い紙が。でこれを置いて、このことについて聞かれたことね、それから苦情等ありましたかって聞いたら、全然なかったんです。非常にいいことなのか、市民が知らないからそういう苦情が出てこないのかわからないんですけど、そういう結果です。でね、ほんで今度ね、私三津地区に住んでますんで、三津地区の自治会長に聞いたんですよ。実はあそこ道の駅の上でね、あんなことが起きてね、でこれはこのままほっといたらあちこちでいろんなことが起きるから、そういうことが起きないように、辰野市としてはこういう要項を作ってくれますよとね、珍しく早い反応ですよということで自治会長さんに話したんですよ。だからね、自治会長さん全然知らないんですよ。少なくとも私が聞いた自治会長知らないんですよ。でこのような市民にとってね、非常に大事な要項がね、議員は知らない、知ってる議員に何かいるかもしれませんよ。少なくとも私どもの会派は全部知らない。で議長、副議長、議運長ね、から議運の副委員長知らない。でそういうふうな進め方でこういうことを進めていいんだろうかなと、この点についてはどうでしょう。市民生活部長。確かにご指摘された通りだと思います。で一点ちょっと弁解言いますか、言い訳がましいことを申し上げますと、一つはこれ条例で制定すべきじゃないかという議論もあったかと思うんですけどね。でただ今喫緊に課題になっておりましたのは、比較的大規模な急斜面での設置ということが防災上も問題になるんじゃないかということで、
これは対象となる方がですね、一般的には事業者の方じゃないかということで、まあ、これは要項を設置させていただいた次第でございます。で、確かにこれは市民の方にまずは知ってもらうと、そういった事業の開発があるということも目的ともしておりますんでね、今後こういった直結、市民の生活に、ね、直結するような要項制定につきましてもですね、まあ、議官はもちろん各自治会と通じてですね、周知、もちろんホームページの方にも掲載はしておりますが、積極的な周知に努めてまいりたいと思っております。11番松下慎一郎議員。よくホームページが出てくるんですよ。で、そのホームページね、我々もそうなんですけど、なかなか見るのは苦手なんですよ。でありながら、今までもいろんな議員からも指摘があって、 PR の方法というのを考えなあかんのちゃうんかとありましたよね。で、私ね、今回この質問させていただいたのは、少なくとも議員や、ね、自治会長が知ってればこんなことがあるよって多少は広がると思うんですよ。私もね、道の駅のあれどうやっとんやいって聞かれた時にね、いや実はこうこうこういうことなんですけど、今後はいうふうな問題が起きないようにね、市としては要項を定めて対応するようにしてますよとお話しさせてもらいました、何人かの人に。でもそういうことを我々はその議員としてね、発信していく役割があるんですよ。で、皆さんにお願いしたいのはね、条例はここに出てきます。でも規則、要項というのは出てきませんよね。で、そういうものを議員にどうして知らしめるか。で、市民、つまり自治会長さんにどうやって知らしめるか。これね、ホームページ頼りにしないでね、どうやったらそれが伝わるんだろうかということを考えていただきたい。これは考えていただきたいということで、答弁いりませんので、強い要望になりますけど、それを、まあ、お願いしまして、私の質問これで終わります。